回線変えてどうなるか。はい。なんか良さげな感じ。滑らかですね。はい。じゃあこれでいきましょう。ほい。じゃあ今夜もよろしくお願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、オンエア上ではクリスマスイブでございます。イブイブイブ、え？びっくりしたよ。ええー、と思ってしまったさ。イブ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 、うん。何してるかな。何してるかな。未来のことを話すのか。僕絶対この時間は爆睡してます。死んでると思います。あら、そんなの。いやー、結構この日程がハードスケジュールで、あ多分その前日が寝れない日程なんですよ。ー、なるほど。私、どうかな？なんか、とりあえず予定としては、あれだな、ラジオ沖縄さんのミュージックソンに行ってバタバタしてるぐらいですかね。ああ、いいっすね。そうそうそう。まあまあ、どうなることやら。なんか、今日っていうか、収録の、今日は11ですかね。になんか、ラジオ沖縄さんの方で、今回の、ミュージックソンのなんかの発表されたらしいです。私はよく分かりませんが。そう、発表されたらしいんですよ。そう、ちょっと気になってはいるんですが、時間がなく、まだチェックしてません。いやー、まあなかなかすぐにチェックってなかなか時間結構ありますからそうね。ですね。はい、後ほどチェックしていただきたいと思います。はい、チェックします。では、番組の紹介をしたいと思います。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure @gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。大丈夫ですか？はい、お願いします。今週の一曲は、新しい学校のリーダーズで、大人ブルーです。どうぞ。めっちゃ沖縄大好きさんが。名前がアットマークの後に12月17の気まぐれラジオゲスト出演って書かれてる。番宣めっちゃしてる番けど。宣めっちゃしてる。ゆっくり休めた。いいんじゃないですか、ゆっくり休めて。久々にたらふく酒飲みましたね。おお、いいんじゃない、たまにたらふく飲むのも。はい。めちゃくちゃ頭痛くなりました。たらふくしてたら。頭痛いって言いながら歌ってました。あら、そうなの。え？私も最近パッタパッタしてるからな。飲んでる最中に頭痛いの久々でしたね。ええー。
そんなに飲んだんだ。でも不思議と翌日には残らなかったです。おお、いいんじゃない。寝たら一応全然平気でした。うーん、寝る直前まではとかなったら私ここ最近今日飲んでるかって言ったら飲んでないな。家飲みでも 2,3 杯飲んで、はいもう寝ようみたいな。なんか気持ちよくなる直前ぐらいですかね、胃に溜まるんですよ。え、だからちょっと気持ち悪くなってえーって吐いたらこんなに入ってるっていうぐらいびっくりするんで自分でも、えー、こんなに胃袋の中入ってる結構飲んだんだよじゃん。まあ、でもそれを出し切ったらもうムカムカも全くないんで、うん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 、だからこれ以上ダメよって合図だと思う。ああ、一応からだから。なるほどね。だからそれ以上飲んだら二日酔いするんだと思うんです。ああ確かにね。最近本当にたらふく飲んでないな。まあ休みがあんまりないからっていうのもあるけど、まあほどほどにが一番いいっすよね。そう、ほどほどにが一番ですよ。はい、じゃあマイクあげます。はい、お聞きいただいたのは新しい学校のリーダーズで大人ブルーでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは今年やり残したことです。オンエア上ではクリスマスイブだなんだかんだって言ってますがちょっと年末感を出してみようかと思いまして、今回はそのテーマにしました。いいですね。ちょっと早かったかなと思ったんですけどね。いや、そんなことないです。ね、でももう車とかもう師走に入った途端に大渋滞ですからね、はいはい、忘年会とかで今忙しくて、あれですよ、夜も結構飲酒検問とかありますか。あ、みたいね。なんか LINE でなんか取り締まりとかのやつ、はい、オープンチャット入っててめっちゃあっちこっちで飲酒検問してるから、うわーと思って朝見たら、僕飲酒検問自体は全然なんともないんですけど、はいはい、すんごい気持ちかったのが、はい、その時車流しながらタブレットで YouTube 流してたんですけど、うんうん、聞きながら走ってたんですよ、はいはいはい、見てないですよ、うんうんうん、音声聞きながらなんですけど、その時に聞いてた内容が警察の不法職務質問についてみたいな、元神奈川県警の人が語るみたいなのを流しててめっちゃ気まずいって思いながら止めましたね。そうなのね。OK。キャスの方が来てますので紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんさっちー、こんばんさっちー、この間はありがとうございましたと来ております。いや、こちらこそありがとうございました。そうですよ。そう、ゲストで来てくれたらめっちゃ助かります。こっちはメールの方が来てますので、早速紹介したいと思います。お願いいたします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年やり残したこと、コロナ禍も明けていろいろやりたいことが できた1年でしたが、今年年始めのモーニング8で今年の抱負にした、ちゃんと元気に過ごした上で彼女を作る、これが、数少ない大きなやり残しですね、苦笑いと来ております。そっかそっか。でもナルトラさんあれでしょ、なんだっけ、サッカーじゃない、フットサル、はい、してるし、なんかそこそこできそうな感じもするけどな。なんかチャンスありそうですよね。うん、ありそうありそう。沖縄大好きさん、ツイキャスの方で、さっち先生のどういうこと？うん。ちなみに僕勝手ながらひーふーみーさんの番組でさっちーさんの番組告知させていただきました。ありがとうございます。ゲスト出演させてもらったお礼ですと来ております。
ありがとうございます。ありがとうございます。ナルトラさん来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。今読まれたところですね。そうなんですよ、ナルトラさん。グッドタイミングでしたね。メールに戻りたいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん。サッチー、こんばん。サッチー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。今年、メッセージテーマ、今年やり残したことの前に、12月10日そして12月17日の気まぐれラジオに私沖縄大好きゲスト出演させていただきました。ラジオを拝聴してくれた皆さん、そして収録からコメントをくださった皆さん、ありがとうございました。いや、こちらこそ本当にですよ。うん。うん、そして、サッチーさん、キャンさん、番組に呼んでくださり、ありがとうございました。いえいえ、どういたしましてという、やがてどういたましてというところだった。収録が嫌な番組のパーソナリティさんたちともお話しできました。そんな中、メンヘラジオのお二人とお話しさせていただきました。本当にありがとうございました。そして本題ですが、僕のやり残したことはイケメンな僕になること。キラー、あ、間違えましたか？真面目に言えば、彼女ができなかったことだったり、再就職して早々コロナや腰痛やら生活を立て直すのに時間がかかり、自分のやりたかったことになかなかスタートを踏み出せなかったことですかね、と来てますね。まあ今年は確かにコロナ禍も明けましたし、うん、やりたいこといろいろ皆さん増えてると思いますが、キャンさん、なんか今年やり残したことありますか？やり残したっていうか、まだやる予定はあるんですけど、はい、だから振り返るためにいいタイミングだなと思って、はいはいはい、だからやり残しにならないために今考えてるんですけど、はい、来年からやりたい活動があるんですよ。ほう、何でしょうか？歩きながら DJ 配信をやりたくて。へえ、はい、歩きながら DJ 配信をやりたくて。へえビーチとかでやりたくて。あー、でそのために、まず始めてみるのは今年のうちにやりたいなって思ってるのが、まだちょっと踏み出せてない状況です。おー。でも来週ちょっと時間があるんで、そのうちにやりたいなと思ってます。うん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 。いいんじゃないですか？沖縄大好きさん、歩きながら DJ 配信と来てますよ。はい。結構海外多いんですよ。多いんだ。はい。へえ。ちょっと DJ って検索して、歩きながらみたいなので多分出ると思います。ウォーキングとか。はいはいはい。そんなことできるの？逆に。できます。できるんだ。機材的には僕のバッテリーで動くんでできます。ほう、すごっ。ちょっと工夫したらいい音でちゃんと配信にも載せれるので、うんうんうん、沖縄の綺麗な海とともにお届けしたいですね。あー、いいねそれ。沖縄大好きさんが、あれだ、 FM 技能ワンでいうとトミーのぶらり旅みたいな、みたいなこと言ってますよ。トミーさんはなんか配信しながらこうやって歩いてラジオやったりとかされてるんですかね。あー、ですかね。はい、うんうんうん。ちなみに、私がやり残したこといっぱいあるな。ダイエットもそうなんですよ。ダイエット明日からがずっと続いてて本当だったら、マイナス5キロぐらいは行きたかったんですよ、今年で。はい、だけどなかなか仕事だなんだかんだで忙しくて、結局ウォーキングすらやってないっていう感じなんですよ。だから一応まだね、日数がまだあるんで、ちょっとウォーキング、まあ晴れた時にでもやろうかなとは思うんですが、どうだろうな。私のね、時間帯的に微妙なんですよ。なんせ旦那の陸海空さんをお迎えしたらウォーキングってなったら結構暗いんで。そうですね、もう5時半、早くても5時半なので終わるのが、うん、それからお家帰ったら6時でしょ。でなると夕飯作らなきゃいけなくなっちゃうでしょ。で何やらかんやらやってる間にも7時とかなってしまうので、はい、真っ暗シーンだとさすがに無理です。うん、とって朝行くっていう手もあるんですけど、
朝早起きがなんせまあ苦手で大の苦手な私に今ちょっと早起きを挑戦させてる陸海空さんがいるっていうね。まあ早い時で5時半には起きるんですよ、まあ、私の仕事の関係上もあるんですけど、はい、5時半に起きて準備して支度しててなったらもう結構ギリギリなんで、もっと早く起きて歩くかっていうと、いやさすがに無理だなと、睡眠時間が今度は削られてしまうという。そうです、何かを削るのは良くないですから、ね、そう削るのは良くないんでね。いや、うまく時間を使えたらいつ何でもできるんですけどね。そうそうそう、僕はだから結構あれでしたよ、あの20代の時は仕事帰りにはいはいフラッと公園立ち寄ってちょっと30分1時間ぐらいローラーブレードして帰るみたいなことやってました。おお、それだったらあの時間に影響もないし、うんうんうん、やって帰るんで、あでそっから全部お風呂入ったりとかっていうのもできるんで。そっかそっかそっか、なるほどなるほど、はい、そういう時間もありますね。意外と隙間時間見つけきれると、うんうん、あこの時間で動けるじゃんっていうのは結構あるので。ああ、まあ確かにね。あと私がやり残しというか、まあなんだろうな、まあ今年の抱負にしてた一個抱負だったのが、まあ、まあ風邪ひかないっていうか健康第一っていうのがギリギリになってあの破られたというっていうのも4、5日前からなんか喉の調子があまり良くなかったので、はい、収録の、11日に病院に行きまして、はい、で何だったかな、咽喉脳症というやつになったらしく、はい、なんか喉のなんか咽頭っていうところがあって、そこの後ろの方に海がたまるっていう、はい、そうそうそう、それで私、昼間11時ぐらいに病院に着いて3時ぐらいまで点滴されてましたんで、お疲れ様です。もうとんでもないとんでもない、まさかこんな今年になって初点滴ですよ点滴するほどだったんですよね。そう、今回なんかめっちゃ点滴するほどだったんでびっくり仰天でした。私大丈夫ですかそう、大丈夫ですかの勢いなんですよ今、はい、そうそう、ギリギリだったんで私今日は。いやでも普段通りにあんまり変わらないでしょ、はい、あんまり変わらないでしょ、はい、いやあのね、日曜日にめっちゃもうなんかやる気も出ない、ご飯も食べる気しない、もう水も飲めないってなってて、うん、これおかしいぞと思ってたんですけど、で今日になって、うん、やっぱり病院行こうと思って病院行ったら原因それでした。あ、で点滴したおかげでめっちゃ元気になりました。あ、なるほどですねそうなんです、栄養補給できたからですね。栄養補給ができました。あ、まあ、びっくりですよ私は。今週ご飯食べれるといいですね本当。でも食べ、あのね、収録に向かう直前にラーメン食べてきましたよ。ああ、そこまで元気戻ったんですね。そう、一気に回復しました。それはそれはいつも通りだ。そう、いつも通りになって私は今回収録してますが、それにしてもこの寒暖差がやばくて。そうですね、寒かったり暑かったり。そう、朝方はまあ寒いっていうか、まあ寒い寒いに入るか。けど朝方夕方ぐらいからちょっと寒いけど、昼間はなんて暑さだってぐらい今日は暑かったんで、今だってまだ外は24度らしいです、ね、そんなにあるのやばい、沖縄らしいというか、はい、冬なのに夏っていう。なんか今週末は全国的に結構暖かかったみたいですね。へー、さあ24日のクリスマスイブオンエア日はどうなるんだろうかと暑いクリスマスなのか、はたまた逆転してめちゃくちゃ寒いクリスマスなのか、どっちなんですかね。まあその日にならないとなんとも出るんですけど。本当ですよ。うん、でも沖縄であんまり暑いクリスマスって覚えがないですね。そう、なんか意外と直前まで暑いけどやっぱクリスマスから寒いみたいな。ああ、私結構暑いクリスマスっていう、まあ半袖まではいかないけど、
薄い長袖ぐらいでちょうどいいかなっていうぐらいの暑さのクリスマスっていうのがなんか大半なような気がするんだけどな。ただ10年ぐらい前はめちゃくちゃ暑い元日は経験しました。暑い元日、はい、午前中ずっとお酒し夜飲んで、はいはいはい、仲良くなった人とカラオケ行って、はい、朝まで飲んで、で出たらめっちゃ日が照ってて、でそれがめちゃくちゃもう暑いっていう、ああそのそういうこと、冬じゃないよこれっていう、この20何度かあったんですけど、お元日でこれやばいねっていう話をしたのを覚えてますね。ああ私あれだな、結構なんか沖縄市に住んでる時に元日の初日の出を見に行くとき大体曇りが多かったんですよ、はい、なんですけどなんかここ数年与那原に引っ越してからなんかよく初日の出が拝めるんですよね、不思議なぐらいに。いいな不思議なんですよ。だから私初日の出ほぼほぼ見たことないです。え大体雲に隠れてて、あー確かに、で一回雲の隙間から覗いたこの初日の出、やった今年見れたっていうのが大学生の時の思い出です。あー何年前だったかな、 2,3 年ん前ぐらいだったかな、何の現象かがあったって言ってたけどな、初日の出の時に何だったかな。ただ僕ここ数年はですね、はい、元日カウントダウン DJ をしてるので、お朝日拝んだことないです。あららら、ら家に帰って寝てます。あら寝正月、寝正月、あいやだって前日いっぱい飲んでるんだもん。あそりゃ楽しい、それはまあ楽しいし、しょうがないっちゃしょうがないですよね。大体カウントダウン僕やってるんですもん。あれでえみんなもう2022年もさよならだぜイエーイ10987みたいなことやってますね。テンション上げ上げで、はい、私家でカウントダウン TV とか見てますね。あカウントダウンの日は大晦日の日、夜夜中ぐらいはいいですね。そう、そういうのも楽しいんですけど、やっぱり一回この人にこう振ってみんなで楽しむみたいなのを経験しちゃうと、はいはい、もうやめられないっす。ああ、そんな陸海空さん、サチ初日の出じゃないよ、あれは親父の後頭部だよわら。そんな時があった。そんな時があった。親父の後頭部。そうなんかちょうど初日の出見に行った時にやばい、なんかすごいハゲてらっしゃる方がいて、ちょうど太陽とかぶったっていう、そういう話があったんですよ数年前に。かぶった。そうかぶって、これ初日の出とか言ってめっちゃ二人で笑ってましたよ。あいいっすね。何だったかな、ただ南城市の公園だったと思います確か行った時。かぶったっていうのも 何かをかぶってるようですかね。そうなんですよね。ではそろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマはフリーです。というのも、オンエアが大晦日なので、はい、どんな一年だったかっていうのを皆さんにちょっとフリーで振り返っていただきたいなと思いまして、そのやり残したことをちょっと達成できたかとか。そうですね、いや、やっぱりやり残しちゃったら来年やるとか。そうそうそう、そういうのもあるので、フリーで、皆さんからメールをいただきたいと思います。お願いします。そろそろ、あと1分ぐらいかな？あと1分ぐらいですね。OK。でも、よく陸海空さん思い出したの。初日の出じゃない、ない、買ったやつが。びっくりだね、今のは。ま、親父の後頭部。そう、親父の後頭部。もうこの時なんか人がめっちゃいっぱいいて、やばかったんですよ。ご利益やられそうですよ。握手したら。ありがとうございます。なんかそんな感じでしたよ。でも、与那原からも結構見えるんですけど、与那原
からちょっと行ったところ、南城市の方にも結構初日の出見れるところがあるので。そうなんです。なので、あっち行ったり、あと、西原行ったり、与那原で見たり、まあ、いろいろ私たちはやってますが、毎年。ん？起きれないな 7 時ぐらいですよ、大体。初日の出って今。そうなんですよね。そう。だいたいパーティー3、4時ぐらいまで、3時ぐらいまでやって、関係者と4時、5時ぐらいまで飲んで、はい。家に片付けするぐらいの時間ですね。おー、もういいか。もうパッタン Q ですよ。なるほど、なるほど。で、そろそろお時間ですか。あと30秒です。30秒。はあ、い。まあいいか。締めちゃいましょうかね。はい。ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと。ミキサーのキャンでした。また来週。バイバじゃあーイ。ねー。フということリーで、メモメおモ。疲れ様でお疲れす。様です。今日暑いっすね。暑い。本当に暑い。本当に暑い。何この暑さ。ありえないぐらい暑い。マジ半袖。なんか今日病院に行った時にめっちゃ、え？そんなに暑い？って言われましたよ、私。いや、仕事行く気満々で最初は出たんですよ。だけど、結局、これは病院に行かんとと思って。思って病院に行ったら、まさかのナースが、え、なんで半袖？みたいな顔で見てるんで。え、暑いじゃんみたいな。そう、そんな感じです。今日は。おつさっちー、おつさっちーって。全部に絡めてくる。今日は暑かった。明日も暑いんですかね。なんかちょっと続くような予報でしたね。でも急に寒くなったりすると思います。勘弁して。ちょっと見てみましょうか。ちょっと勘弁して、おこんなましいみたいな。でも明日24、22度、3度下がるの。問題最低気温ですね。18度。ちょっと冷えますね。冷えるね。え、日曜日めっちゃ寒いじゃん。14度まで下がる。嫌な。日曜日ですよ、日曜日。日曜日一気に寒くなりますね、じゃん。やばいやばい。やば。やばいやばい。確かに14度は寒い。もっとひどい日に20日とかですよ。20日、21度。13度。13度！ああ、寒い寒い寒い。こう格好に困るね、本当に。困る困る。暑いと嫌だし、寒いと逆になんか着込まなきゃいけないし。大変。まだ衣替えしてないっす。この観覧さんのおかげで。さすがにこの気温は沖縄暑いって本土の人に言われても何もグーの音も出ないですね。確かに暑い。暑い。北海道今日なんか最高気温が氷点下とかだったらしいですよ。とんでもないとんでもない。日本ってやっぱ広いっすね。広いね、本当に。あ、びっもう終わっくてり。るかな。あ、まだ一応続いてるか。何がですか？ツイキャス一応、そろそろですかね。あと1分ないぐらいです。1分ないぐらいです。今日はどうしようかな。アルコール消毒しようかな。でも明日早いんだよな。そう、いつもアルコール消毒して寝ようかどうしようかでいつも迷うっていう。最近あれですけどね、ずっとシマーしか飲まない。ザンクロ。シマーか、最近飲んでないですね。シマー？はい。僕はもうビール、ワイン、ハイボール、ウイスキー。ちゃんぽん。
ちゃんぽんっす。うわ、私が前やってたことだ。美味しいお酒は美味しく食べ。まあ、そうですね。じゃあ、もう終わりですかね。はい、ではまた来週じゃないかな。